皆さんこんにちは、聞こえますか？今日は2月1日なんですけど、私とおすんちゃんの結婚記念日になります。結婚記念日というか結婚式の日ではなくて、婚姻届を出した日になります。なので今日まあデートに行くんですけど、その前に今日はカップルルックをしたくて、昨日秘密で買ってきたものをすんちゃんに渡したいと思います。行ってきます。なんすか？待ってて。はい。何？結婚記念日なので。はい。買ってきました。いや、これはAKB のもの？違う、これ AKB って書いてるけど。本当だ、AKB って書いてる。ミアってなんすか？結婚記念日だからお揃いの着て買った。セットデイズニューヨークシティだって。土曜日はニューヨークシティ。あ、いいじゃない。でもそう、かわいいかわいいじゃん。これどこで会ってきたの？時間どこにあったの？すんちゃんグレーね。え、私黒がいい。ダメ、私黒がいい。私黒これでー。ゆかは優しい女だね。ゆかは寝るときと起きるとき、化粧する前以外では女だね。はい、とりあえずありがとうございます、ゆかちゃん。はい、じゃあ私もなあげますか。ないでしょ。はい、それでこれ着てみよう。あ、これ今日これ着てみて出んの？うん。あ、そうなんだ。はい、それではこんな感じのゆるいゆかすん夫婦の1周年記念になったんですけども、お揃いできたのはこのメントゥーメンって韓国語だね、日本語だとトレーナーになります。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョー。